ゃあこちらお願いします。はい、あれじゃあなんか見てる感じで、はい、それでは早速本日のゲストをお呼びいたしましょう。まずはポムポムプリンです。どうぞこちらに。かわいい、はい、あ、結構素早い動きができるんですね、ポムポムプリンくん。はい、ここにどうぞ。はい、じゃあもうちょっとこっちに来てもらってもいい？はい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 、ポムポムプリンです。さあ、そしてもう一方スペシャルゲストをご紹介いたしましょう。女優の吉本美優さんです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。吉本さんは第13回全日本国民的美少女コンテストでグランプリを受賞されました。そして今年は20歳になるということで、ポムポムプリンもサンリオのキャラクター大賞で第1位、大賞受賞同士、20歳同士ということでゲストにお呼びいたしました。こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。もうあの今日はですね、はい、まずね、あの吉本さんにポムポムプリンからプレゼントがあるということなので、ここで、渡すところを皆様に取っていただきたいと思います。じゃあちょっと準備させていただきますね。ちょっと斜めで持てるかな、大丈夫かな。よし、はい、それではちょっと、あ、みゆさんも真ん中の方に来ていただけますか。はい、プリンちゃんも、はい、それではプレゼントです。どうぞ渡すところ、まずスチールの方からどうぞ。抱き心地いかがでしたか。柔らかくてふかふかしてました、ね。抱きつきのポンポンプリン20周年記念グッズでの L サイズでした。さあ、みゆさん、はい、会場の中先ほどねゆっくりご覧いただきましたけれども、どんな感想をお持ちですか。とにかくすごく最高の意味でポムポムプリンだらけでしたね。本当に、まあ、ポムポムプリンももちろんですし、ポムポムプリンの友達家族もたくさんいて、あとサンリオに関する、まあ、資料というかことだったり人気のあるものだったりいろいろ本当にたくさんあったので、まだ、まあ、ゆっくりは見させてもらったんですけど、もうまだたくさんあったのでもうちょっと見たいですね。見足りなかったです。じっくり見たいです。あの途中でねグッズコーナーで、はい、あ、これ持ってたなんておっしゃってましたけども、はい、そういう懐かしいものいっぱいありました。そうですね、もう昔から あのものがグッズとかも置いてあったので、あの自分が持ってたものもありましたし、友達が持ってたものもあってすごく懐かしかったですね、うん。ポムポムプリン大好きということですが、特にどういうところが好きですか。愛嬌があって、初めてそのポムポムプリン本人に会ったんですけど、ここにね来てもうたくさん動いてって分かあのられたと思うんですけど、すごくあの可愛くて、あのずっと手つないでたんですけど、やっぱりなんか、まあ、男の子だからリードしてくれたりとか、うん、あとあの一緒にさっきこう遊んでて、その入り口を入ったすぐのところにポンポンプリンの人形がバーってもう203個敷き詰められてるところがあるんですけど、はい、自分っていうか、まあ、お人形なんですけど、ポンポンプリン本人がそのぬいぐるみに向かって
飛び込んだりとかしてて、そのスタッフさんにもう毛並みがとか言って怒られてたんですけど、本当に可愛いところを今日は見れて本当に嬉しいですね。癒されました。癒されます。本当にもう虜ですね。あ、よかったです。入り口のところで、ね、ポムポムプリンに変身できるコーナーも楽しいですよね。ありましたね。これはもうあんまり言わずに来てもらった方が。そうですね。私もびっくりしましたね。まあ、画面があるんですけど、ある画面があるんですけど、まあ、変身できるんですけど、その画面を見た瞬間におーってびっくりして、これはやっぱりお子さんから大人の方までみんな楽しめるものだなと思いました。